今オフ、FA 市場の目玉である2人の日本人選手をめぐってサンフランシスコジャイアンツが精力的に動いている。ファーサン財 D 編成本部長は、オリックスからポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すオリックス山本由伸25が登板した18日の CS ファイナル第1戦を直々に視察。自軍では退任したゲーブ・キャプラー監督の後任が未定で、財 D 編成本部長は新指揮官探しに忙しい合間を縫って来日したという。今オフ、史上最高額の契約が見込まれるエンゼルス大谷翔平の移籍先候補の一つともされ、日本を代表する右腕と二刀流の両取りを狙っているようだ。自軍はオフの補強に積極的な球団の一つ。昨オフはヤンキースから FA になった昨季の本塁打王アーロン・ジャッジ外野手、現野軍に9年3億6000万ドル、約540億円。ツインズとの契約を破棄したカルロス・コレア内野手23年3億5000万ドル、約524億円をそれぞれ提示。いずれも契約には至らなかったが、チャールズ・B・ジョンソンオーナーの潤沢な資金力が証明された。今期の年俸総額は約1億6000万ドル、約240億円で、30球中13位。資金力がある割には、総年俸を抑制しており、2億3700万ドル、約355億円に設定されている2024年の贅沢税基準額まで115億円の余裕がある。今オフはクロフォード内野手、約21億円、7人の選手が FA となるため、総年俸の変動はあるものの、仮に大谷翔平に年俸5000万ドル、約75億円、山本に3000万ドル、約50億円を払っても贅沢税の基準額から10億円超で済む。大都市サンフランシスコに本拠を構えている上に、6670億円の純資産、MLB4 位を持つジョンソンオーナーであれば、贅沢税を払う覚悟で大谷翔平と山本の獲得に動くかもしれない。大谷翔平を流出ならエンゼルス解体。米記者が見解、それを見るのは難しいだろう。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は同球団と契約延長しない場合、今季終了後にフリーエージェント、FA になる。実際に同選手との再契約が実現しない場合、エンゼルスはチーム解体の道を歩む可能性があると、米紙ニューヨークポストのジョエル・シャーマン記者が見解を示している。大谷翔平は今季、投手として10勝を飾り、打者としてはア・リーグ本塁打王に輝く44本のホームランを放った。右肘靭帯損傷により来季は登板できないとはいえ、指名打者、DH、専念でも十分な戦力になるだろう。しかし、大谷翔平は今オフ、他球団へ移る可能性がある。これまで大谷翔平や過去3度 MVP 受賞のマイク・トラウト外野手がチームの中心だったが、そのうちの1人を失うことになれば、エンゼルスは方針を変えるかもしれない。シャーマン記者は、あるベテラン代理人は最近私に、もしエンゼルスが大谷翔平と再契約しなければ、彼らは方向転換して売り手に回るだろうと語った。私は、アルテモレのオーナーの下でそれを見るのは難しいと思う。彼はロースターの現実を直視したり、立体的なチェスができるタイプには見えないと語り、大谷翔平の退団をきっかけに、チームに新たな時代が到来する可能性があるとの見解を示した。大谷翔平、今オフの FA 価値とは、米メディアが言及、期待されたほどの金額は。MLB はワールドシリーズが終了した後に、本格的にフリーエージェント、FA、市場が動き出す。今オフは注目の FA 選手が多いが、最注目なのはロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手だ。米メディア、ルのベン・ウィレー記者が今オフの注目 FA 選手6名を挙げ、大谷翔平をトップで紹介した。ウィレー氏は今オフに注目すべき FA 選手として、大谷翔平やジョーダン・モンゴメリー投手、ブレイク・スネル投手、コディ・ベリンジャー外野手、ジョシュ・ヘーダー投手、マット・チャップマン内野手を挙げた。その中でも目玉の選手は大谷翔平としている。大谷翔平は MLB で新人王やアメリカンリーグ MVP を獲得しており、驚異的な能力を発揮している。今季は MLB 史上初となる同一シーズンで10勝以上と本塁打40本以上を記録し、2度目の MVP 候補の筆頭だ。しかし、エンゼルスでは一度もプレーオフに進出したことがなく、離席が濃厚と見られる。
その大谷翔平に対してウィレー氏は、どこに行くにせよ、このスーパースターは2度目の肘の大手術から回復する間、打者でしか出場できないため、かつて期待されたほどの金額は得られないかもしれない、と、手術によって大谷翔平の価値が下がると考えている。